みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは、ひろさん。こんにちは、うまちゃん。俺、ごめん、勝手にチーム投票してきちゃった。僕もですよ。ひろさんも。はい、だって今回時間ないからいいかなと思って。ああ、相談はしてないもんね、今回ね。相談してないですよ。まあ、自分が思うチームに素直に入れてきたんだけど。はい。うん、今まで俺、なんかひろさんと同じチーム多かったじゃん。はい。うん、だから多分今回も同じだと勝手に思ってるんだけどさ。はい。ひろさんさ、お金でしょ。金だよな。はいはい、舐められたもんですよ、僕は。なんだよ。金だろ、うなちゃん。何？うなちゃん。何？金で、買えないものがあるんだ。お、待って、あれ違うよ。違いますよ。待て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 。チーム違う。俺絶対一緒だと思ってた。ヒロさん絶対金に入れるのかなってさ。僕、ウロちゃんは金に入れるかなって思ったけど、でも最後は、ラブ&ピースを選んでくれるって信じてたのに。いや、まあお金、いやお金だよ。金、金。金。あ、金じゃ、愛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 。金だよ。なんで愛入れちゃってる。金。ラブ、ラブ、ラブ、ラブ。ラブ、ラブじゃない。ゴールド、ゴールド、ゴールド、ゴールド。ゴールド。は、ゴールド。は、は、ゴールドはちょっと強そうだな、それ。ラブよりは強そうだろ。ラブ、ラブ、ラブ、ラブ。ひろさん、ラブってな、ゼロって意味もあるんだよ。は？テニスの50ラブは15対0。つまり、ゼロはゼロなんだよ。なんか、うなちゃんのスポーツの例えよくわかんないんですけど。よくわかんない。なんか野球の例えとかいっぱい出すけど、僕、1割もわかんない。0%。 僕はここを何周も走らされる呪いにかかっています。この呪いを解くためにみんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録をすることによって僕は救われると信じています。ぜひ助けてください。助けて。